ハーブティーと、あとなんかなんだろうな、はい。こういう中にあるんですね。あ、あれですか。目的地は右側、キャダウェイグラノ。こう。到着しました。こういう住宅街の中に。天井がすごい高い、高く感じます。岡山のグルメのインスタグラマーとして、活躍されている花さんが、今日は現れました。実は、2回目なんですね、僕はお会いさせていただいて、はい、その隣には、監督がはい、来ております。もう本当に問屋町来ることあるんですけど、なかなかね、いろんなお店があるので、どこに行こうかっていう感じになるんですけど、今日は花さんのね、おすすめというか、本当隠れが来ました。ソーセージが有名なんですか？ソーセージと、ハーブティーと、あとなんかなんだろうな。結構モーニングのこのソーセージのやつを僕いつも頼むんです。安い。僕ソーセージとハーブティー、ソーセージはみんなでつまんでるから。はい。ハーブティーにしようかな。日帰りランチもう終わり。そう、日帰りランチ終わっちゃって僕がラストだったんですよ。こういう感じで。これハンバーグですか？ハンバーグですね。はい。でデミグラスソース。そうです。ちょっと洋食。そうですね。この洋食メニューかな。カレースパゲッティ。はい。なんか限定何食？限定何食なの？何食かちょっとわかんないですけど、今2時前ぐらいでラスト1食で滑り込みでした。20あるかないかぐらいの感じです。一日どれぐらい行くんですか？あ、いえいえ、一日一軒ぐらい。最近はちょっと控えてます。はい。こういうすげえな、なんか似合ったの違う。そうです。これがなんか特別感があってすごい好きで、ちょっとマスクしてるけど匂いが相当な全然違う爽快感が。あ、分かってるんですか？いきます。こういう注ぐ動画っていうか、まあなんか落ち着いた雰囲気で。あ、はい。初めて見たラベンダースカッシュ。あ、ラベンダーの香りが。うっすら。あんまり見ない。なんか多分これはこの氷がね溶けにくいような、ちょっと真空なね感じで。バトラみたいな。そうだけど。ちょっとかき混ぜすぎるとちょっと炭酸抜けちゃうんで、ちょっとね、これはこれでいいのかな。こちらは自家製。はい、自家製ですね。これちょっといただきますね。あ、ちょっと控えめな。大きいの取ってください。あ、でもちょっと刺しただけで、ね、すごい柔らかさを感じます。あ、ちょうどいい塩加減。これも何もつけずにそのままでいける。美味しくなるですね。ラベンダー。あ、ちょっとカルピスみたいな。なんかカルピスソーダでラベンダー入ってる。あ、そうだね。なんか結構なんかまろやかな感じで。穀物とかでソースだから。ラベンダー畑。バラバラ。結構硬い感じですか。あ、でも弾力がありますね。弾力よりかその硬さが、結構中は柔らかいですね。ありがとうございます。実際田辺富良野さんは何年ぐらい営業されてるんですか？平成元年にオープンしてます。あとはもう33年。これ富良野さんということは北海道に関連。北海道でキャラグフラノっていうフラノ市ね、フラノ上フラノソーセージを作ってるんですよ。でそれを岡山に送ってもらって、でそれを出してるんですよ。そういった北海道のソーセージを出してるというのがやっぱり店の売りですね。まあ北海道とか信州とかね、あれの気候の関係で、そういうソーセージなんかを作る気候が適してるという、そういう感じ。なるほど、そういうことなんですね。よし。じゃあならご自慢で。はい、行きます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらからフォローよろしくお願いします。